空母。ずいぶん遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。貴様はなぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる強行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴクプカ、俺は許しはしない。死んでなくなれ。手で誇る。
Thank you.
Yeah.
せい。
りだ。やれやれ、頭を冷やしたらどうです。待て、またの機会にミュートス。片付いたか。ええ、どうなってる。なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ、無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？ああ、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。
これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成。それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。わかったわ、タルヤ。彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりはフーゴクプカの行方か。ロザリス城に現れたウォールード兵のこともな。まったく、わからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って、奴らの動向を探ってくる。俺は語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな。ありがとう、ガブ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとう、クライブ。
ロザリス城で貴族たちも殺された。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてたわ。何の用だ？何を作る？また来いよ。ジロがきっとウーをやっつけてくれる。トルガルのこと調べてるんだって。じゃあお手伝いしよっか。よう、クライム。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。何について知りたいのかな？また外の話を聞かせておくれ。
ジルってば青い顔をしてたら大変な目にあったのね。子供たちがいたずらを覚えて。ロザリス城で貴族たちも殺されたって。逃げたようだね。お帰りなさい。こちらが各地から届いた品です。またどうぞ。講義が必要かい？知りたいことは？人を知ることが勝利につながる。状況の把握を忘れないようにな。今回の講義はここまでだ。おっと、今いいか？ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか？うん、さっきね。大学はどうした？おやすみ。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がロザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって。大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。分かった分かったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらずバニソグは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ、オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をするつもりだ？待ってくれよ。クソ、ミドのやつめ。ロザリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは？この下の倉庫、私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから
筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか。他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい。私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達、必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって、最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは三つか。任せたよクライブ。さてどこから手をつければ。カローンとブラックソーンあたりに話してみるか。私がいたずらを覚えてこの前なんて天気に。ジルってば青い顔をしてたわ。ブラックソーン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとうブラックソーン。何の用だ。やれやれ。まったく。何を作る。大事に使えよ。またな。
あクライブ、ミドがカンベルから戻ってるよ。もうあったのかい？ついさっきな、隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよ、カロン。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。あとは大工か、桟橋のバードルフに話してみよう。昇降機も整備しないとな。残りの木材はこれでよし。大将、何か用かい？ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか？任せてくれと言いたいところだが、すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他って言うと、マーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。ライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ構わないよ、困った時はお互い様だ。ありがとう、マーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダってハイソンに向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。
危機は去ったわけじゃない。気を緩めるな。
おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。そりゃどういう要件だい？なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、行ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか？わかった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。Thank you.
遅い。今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。
子供たちがいたずらを覚えて。ロザリスじゃ大変だったそうだな。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。いらっしゃい。不思議なもんだ。さてと、さあ見ていきな。じゃあね。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね、クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ、君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くには
この世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど、悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア草を調達してきてもらえないかな。もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモネア草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモネア草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。たちがいたずらを覚えて。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか？
ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる、分かってるけど、ごめん、クライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？それが覚悟だから。ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って答えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい、ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。分かった、現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはずだ。まずはそのあたりで探してみる。金持ちの貴族どもがいなくなって。
コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ、知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ、負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。分かった、すぐに向かう。ありがとうございます、シド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。Thank you.
アルーダ、そこか、遅い、そこか、ザルだ。助けに来た。怪我はないか？ゴブリンたちに襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。ハルシもいなくて誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。なら、その命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか？ああ、ベアラーたちも。よかった。生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか？ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞ、コール。ドリスには俺からも伝えておく。子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちは、ある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない。刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは、石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。
くれたんですね。こちらが各地から届いた品です。時々覗きに来てくださいね。ジルってば青い顔をしてた。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時、生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う？語り部。間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば、兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、シバのドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力、トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。できたぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。ミーナ、私もミドで。ミドの工房。
世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らん。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風国プカと会いたいし、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲーカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲーカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。託せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣営戻るがよい。
承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを。騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールド兵の報告にロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。風獄プカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型帆船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍が風獄プカを連れ去ったと仮定しよう。
ノズフィールド卿の話によれば、ポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり、波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら、砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなく、そのウォールード兵こそがフーゴクプカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか、士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。講義が必要かい、バイロン・ロズフィールド卿。楽しみにしてるよ。あの娘か。まったく。不思議なものだな。それでは始めよう。君を取り巻く人の輪をまとめた。状況の把握を忘れないようにな。いつでも相手になるぞ。シドも手伝ったそうだ。先代も二代目も。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。
こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。